毎週木曜日深夜3時から放送中、木曜ジャンク2カンニング竹山、生はダメラジオポッドキャスティングです。さあということで今日はね、ね、今日はすごい放送すごかったんかな、まあ、ゲストを呼んでお送りしたんですけども、多少ね俺興奮してます今日のね生放送の分のゲストはですね、まあ、夏休みにもうお前らは入るということで、それは夏休みにね野郎たちは悶々とするだろうということで、一足お先にねそのスッキリさせてあげようということで、とりあえずそれとしてまあ社会勉強ですよね。こういう仕事をしている人もいると、こういう必要なね仕事をしている女の子たちもいるんだということで、ゲストを呼びました。池袋のホテルヘルスデラ別品のみやびちゃんと、高田のババイメージヘルスキスだけじゃ嫌のレミちゃんをお呼びしました。なんとポッドキャスティングにもこのまま居残ってもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオって初めて？初めてですマジに？はい。レミちゃん、みやびちゃんは2回目です。前出た時って反応あったりした？お客さん来たりした？はい。な、結構来た？結構来ました。俺ね来ると思うよ。でその時はお店の名前は出さなかったんですけど、うん、あ、はいはいはい、加藤隆さんに連れられてゲストで出まして。それ何それ、加藤隆さんとのくだりが知りたいな何連れられてって。いや、加藤隆さんと一緒に番組をスカパーでやらせてもらってるんですけど、うん、でそれで、うん、隆さんのその、うん、高さんがもともとゲストで呼ばれてる番組で、うんうん、で私もちょっと連れてもらって行ったんだ。はい。でお客さん結構来た次の日。そうですね、店名とか出してなかったんですけど、ネットで調べて来てくださいみやびちゃんって名前だけで来たってこと？はい、じゃあ、はい、ちょっとらさ今日もやばくね。今日だってもう全然言ってるし、ね、そうですね、池袋のホテルヘルスデラ別品みやびちゃん、高田のババイメージエース、キスだけじゃいやレミちゃん、はい、でなおかつ今ホームページはこのお店のホームページかな、結構パンク状態ありがとうございます。ありがとうございます。これは、ね、これ本当に男の心理から言って、俺こんなこと言ったらね女の子にちょっと失礼かもしれんけど、はい、ホームページ見るやん。まあそれ俺もね、はい、家で聞きよったら絶対ホームページ見るわ、はい、で見てちょっとまあっていう感じなんのまあまあ不細工やったらね、まあ俺みたいな顔やったらよの不細工やったらマジかがっかりやと思うけど、今日の二人は、マジかよ、まあ、こんな可愛いのと。行くぜ、きっと。ねえ、そんな、めちゃくちゃ高いわけじゃないでしょ？そうですね。はい。まあ、大人だったら払えるお金ぐらいでしょ？そうですね。だから行くと思うな。明日、仕事？入ってますね。忙しいぞ。この明日っていうか、この週末。週末働くの？頑張ります。頑張ります。お前らいるぞ、二人が。行ってこいお前ら全然いるぞ。さあもうこんなメールも来てますよ。お、これいいのかな、これ読むね、はい、こんなメール来ました、はい、レミちゃんと同じ店で働いている Y です。おー、はい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 、しっかりラジオ聞いてるよ。レミちゃん頑張れ。得意技ローションフィンガー生で見ました、飲み会でバカかお前はバカかお前怒られるぞお前竹山さんといい感じに絡んでますね、深くエロティックな話期待してます、みやびちゃんも頑張ってくださいと。怖いちゃんっていうのは同じ店のこと。はい、わかりました誰か飲み会でってことはこれあんま聞かん方がいいんやないの。あーちょっとねこうリアルな人が出てきたんでいろいろ生で見るな見るなこうやってお店の子も応援してるんですよ。あ、応援メッセージありがとう来てますもんね。Y ちゃんもねちょっと会いたかったですよね、じゃあ まあでも楽しかったでしょ、なんとなく。はい、もっとねなんかいろいろ話聞きたかったんやけど、時間がね短いからね、1時間やからどうしようもないんでね、なんかちょっとここでまたいろいろ喋ってもらいたいと思うんですけども、はい、ちょっとメールでまだ質問がね今日めちゃくちゃ来とったんよ。じゃあちょっと質問答えてもらえるとありがたいです、はい、これいきましょう。ラジオネームタチキング、タチキング質問です。僕は太っているんですが、太っている人が 来たら嫌ですか、それとも気にしないですか、正直にお願いします、本当に本当に知りたいんです、うん、全然気にしないよね、しない、うん、むしろなんかお腹触りたい、うんうん、俺のお腹触るじゃん今ポッドキャスティングやからこの部屋をヘルスみたいにしちゃう、うん、えみちゃんどうなの、あじゃあみやびちゃんどうなの、全然気にしないですよ。あそう、うん、それってさでもさそのお客さんだったら気にしないけども、うん、プライベートとかで付き合うとしたら太ってる人とかどうなの、うん、痩せてる人太ってる人好き嫌いあるの、私は特にないですよね。
レミちゃんない、うん、元カレが結構お腹ブヨブヨだったんで。ああそう、うん、みやびちゃん、みやびあんまりプライベートだとガリは好きじゃないですね。でもブニョは、うん、大好き大好き大好きなの。結構なんか周りの子からデブ戦って言われてて私はポチャだと思ってるんですけど、その人のことは。でもなんか周りからしてみるとデブ戦って言われちゃう。ああそう、うん、デブ戦俺入れるな。いけるな。じゃあもう一問いきます。もう一問いきましょう。ラジオネーム、リュータのピンスポ。お二人さんに質問です。ズバリ、将来の夢は何ですか？これいいね。将来、そう、ちょっと真面目な話さ、将来どうしようと思ってんの？ 21 やろ、はい、要は。はい。なんか、やりたいこととかあるの？ありますね。お、レミちゃん何やりたい？私は、ネットショッピングを開きたいんですよ。ネットショッピングっていうか、ネットでお店をこうやって、うんうん、なんだろう、海外から買い付けて、それを販売したいんですよ。はあ、うん。結構難しいんですけど、だから。それは何？商売として結構成り立つもんなの？今なんか主婦でもやってるみたいなんで、できるかな。うん、かなり儲かってるみたいですよ。あそう。個人輸入業者ってことじゃん。ということですかね、多分。そうだよね。自分のもの探してきたりするんですよ。うんですね。へえ、それでも、結構やろうと思えば今も簡単できるんじゃないの？あ、でもまだ、全然パソコンの知識がないんで、学校にも通いたいなと思ってて。なるほど。そうかそうか。じゃあパソコン覚えなきゃダメってことか。はい。それを将来的にやりたいと。そうですね。いくつぐらいになったらそういう人になりたいの？ 25。お、もうすぐやん。うん、あと4年ぐらい、はい。やりたいですね。あ、そう。え、その時じゃあもう風俗場はやめるの？やってそうですけどね。できればやめたい。風俗場ってさ、引退の時期ってあるの？野球選手とかだったら例えば40前後ぐらいがやっぱみんな引退するとかあるやろ。でもほら今2人21でさ、まあ若いじゃない正直。でもだんだんさ、まあ男も女も年取っていくやろ。ということでやっぱりこう体力の問題も出てきてできるようになってくるでしょう。そうですね。一応考えてはいるけど、越しちゃうことって多いよね。何歳ぐらいの人までいるの？ピンキ、本当に、いっぱいいる。いっぱいいるね。40の人もいれば。うん、それは人妻専門とか、そういう。人妻とか、あとはもう吉原のソープとかは、うん、もう、本当すごいですね。V シネとかで見るような感じだ、うん、10年選手とか20年選手とかすごいいっぱい。へぇ、10年か。10年きついやろな。じゃあ、じゃあ、みやびちゃん、将来の夢何？でかいことしたいっすね。お前バカだろ。でかいことしたいんだ。でかいことしたいっすね。例えばでかいことって何よ。金持ちになりたいってこと？いや、お金持ちとかじゃなくて、うん、なんか周りの人を驚かすようなでかいことしたい。でかいこと、周りの人を驚かすこと、うん、なんやろな、なんか、うん、例えば前ね、いた騒音おばちゃんとかさ。あれも周りの人って相当驚くでしょ。驚きますね。そういう感じでもないんですけど、うん、あのイカダで世界一周とかさ。あ、でもそんな感じに近い。そういうのもいいんだ。はい、別にこうデビューしたいとかそういうのない？いや、無理っすよそんなの。芸能界とかの憧れないの？二人ともだっていろいろ雑誌とかも出たりするんでしょ。憧れましたけど、うん、現実無理ですよね。でも全然顔立ち見るとね、全然いけるよ。いやいや、AV とかも興味ないの？やってました。あ、それやってました。なるほど、それはいいのかな、どうなんやろう。なるほど。うわ、その AV 見たいの。見たいの。はい、じゃあ次行きましょうか。これかな。ラジオネームドラクエちゃん。ヘルス上へ質問です。これ呼び捨てですよこれ。こんばんは。私は47歳の専業主婦ですと。家庭でできるマンネリ解消法を教えてほしいのですが。あ、多分あの旦那とね、マンネリになってんでしょう、そのおセックス的なものが。どう思う？まだでもね、このドラクエちゃん47歳でしょ、うん、君ら21歳だもんね、うん、そんなマンネリしないでしょ。いや、ありますよ。あ、そう、うん、お客さんとマンネリしちゃったりとか。
え、それは何、お客さんは毎回一緒のお客さん、はい、一応と指名して、あのそう常連のお客さんとかで、うん、結構毎回毎回することが同じだからマンネリしちゃって、でもさ向こうはそれで嬉しいわけでしょ、向こうは気持ちよくなればそれで問題ないわけでしょ、うーん、でもなんか申し訳なく思ってくる、ああそう、うん、雅的には嫌なんだそれが、うんうん、だからたまにこうやり方を変えてみたりとか、太田もこのお客さんなんていうのいいねみたいな今日は雅違うなみたいないいねダンディいいねですよはい、もうやっぱでも47とかなると万年になるんでしょうね、うーん、年を取ることにね、俺もあやめとこう、これまた怒られるからいやだんだんねセックスしなくなりますよ確かに、うん、うん、さあ、メールいきますか、はい、じゃこれいいこれいいな、ペンネーム新米感覚、みやびちゃんとレミちゃんに質問です、はい、今日のパンティーの色を教えてくださいまあ、今ね2人確認しますジーパンのとこからね覗いて確認してます、はいはいはい、みやびちゃんは黒地にピンクの水玉です、黒地にピンクの水玉、これですね、黒地にピンクの水玉です、その肩からそのなんていうのかな、肩紐というか洋服の、はい、ブラ紐、ブラ紐、ブラなのそれブラですよ、で上下セットなんで、あそうなんだ、はい、上下セットなんでエロいな上下セットってエロいよね、なんか感覚がね上下でこう合わせてるっていうのがね、普通女の人と合わせてるもんなの、合わせてないよね、合わせいやてかセットで売ってるから基本的には合わせてるもんなんです、うん、そうなんだ、ブラ紐もずっと見せてたしね、ほんまにね洋服かと思ったらブラなんだ、レミちゃんは何色なの、私は薄いピンクで、うん、黒いお花がついてる夢中か見たいな、見たいけど見るとな違うもんな見たいなっていうのも違うバカか俺は見たいなってどういうことやついつい飲み会のノリですよ、続いてラジオネーム、風来坊、みやびちゃんにお願いです、お、みやびちゃん限定、みやびちゃんにお願いです、竹山さんのデリケートゾーンに軽くタッチして大中小の肌定めをしてくださいダメやってこんなのこんなダメやないか汚れ中の汚れや、あじゃあ行こうかな行こうかないいのいいんだじゃあどうする、全部脱ごうかじゃ あの一応じゃ あの デニムの上からさあ今、みやびちゃんがですね俺の、おこちんをデニムの上からめっちゃ触ってますめっちゃ触ってるよ、わかんない、わかんない、さあどうだ、めっちゃ俺チンコ触られてます、さあどうだ、さあ今レミちゃんもレミちゃんも触ってます、レミちゃん、あ、すいません、もうやめてください今2人がね俺のね股間をね手で触ってるんですけどね、多分レミちゃんだと思いますけど人差し指と親指でね竿をつまんだつまんだ感覚でやばいと俺16年前ぐらいにさ芸人になった時さ絶対こんなことしちゃいけないって言われたことを今しよるわけ下ネタ中の下ネタやんこんなもんラジオでさ風俗場にチンコ触らせてごちそうさまでしたなんなんやろな、ごちそうさまでした結局どうだったの答えは、中の上ぐらい、うん、それぐらいだと思うけど、でもデニムの上からだから分かんないよね、俺ね小の長か、あ、小の上か小の中ぐらいやないかな多分比較的小さいですよ俺は、そんな感じに分かんなかったね、うん、でもね、そうですか、うん、あ、本当にもう本当はね生で出したい勢いですよねさあ続いていきましょう、何じゃあ後でそうね、後でね3人でねこれね後でって言われて本当に後でさ、これラジオ終わってね、これポッドキャスティング収録終わってお疲れ様でしたって帰ってね、どっか俺が誘って飲み行ってさ、ほんでそういうことをやってもらったらもうこれ汚れ中の汚れや本当になんじゃお前はっていうはい、じゃあこれ行きましょう、ラジオネームりゅうちゃん、二人に質問です、はい、なんだもうりゅうちゃん、二人に質問です、しごいてみたい芸能人は誰
お店に来てほしい芸能人で誰よ。もういきなりこう部屋とか開けたらさ、その人がいた、テンション上がるって言った。誰だろう。もう決まってるし。もう決まってるね、私は。お、レンちゃん誰よ。次長課長の井上さんです。井上くんか、まあ井上くんだ仕方ないな。かっこいいしな。うん。さあ、みやぶちゃんは。宇津井健さん。なんであれ渋い人がいいの。宇津井健さんすごい好き。うん、渋いね。ああそう、うん、ああいうダンディーな感じの人がいいんだ。だって、うん、自分のお父さんとかと一緒の年とか、まあ、おじいちゃんぐらいですよね。じゃあお店でさ、うん、お客さんでさ、うん、最年長というかさ、うん、その年上の人ってどれくらいの、何歳ぐらいだったの。85。嘘。うーん、はい、それぐらい来るよね、結構。85ってまだビンビンいけんの。いや、もう立たないけど、うん、なんかそれらしきものが出るみたいな。うん、立たないならどうすんの。いや、もうハムハムしてみたいな、ハムハム口の中でハム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 して。確かにハムハムして。ああ そ, うで、そしたらもうおじいちゃんもあーあーってなってるから、そう、へえ、頑張ってしてあげるっていう。うん、あ、どんなこと喋んの、そのおじいちゃん、みやびちゃんとかに。いや、もうなんか今日もみやびに会いに来れたから、もういつくたばってもいい。あーそう。で週1ぐらいで来るんですよ。え、現在も。今最近は来てないんで。ああ実際どう。そうかそうか、最近はじゃあちょっといろいろあるのかわかんないんですけど、うん、あーそう、うん、で週一できて雅に会えることが嬉しいと、うんうん、でもう元々女の人が大好きな人で。あ、なるほどね。もう気分的にすごい若くて。若い時とかも相当遊んでた人だ、うん、多分。ああそう、うん、あ、でも立たないわけだ、うん、ああそう、いいな。でもちょっといい話、いい話、いや、いい話じゃないか。どうだろうな。レミちゃん、私はこれ本当か分かんないんですけど、うん、あの戦争の話をされるんですよ。なんか俺が、軍人だった頃はとか。いや、なんか小さかった頃はお米が食べられなくてとか、うん、それを永遠と言ってるんですよ。ちょっと待ってよ、という小さかった頃お米食べられないということは60から70の間、うん、もしくは70越してるよね、うんうん、え、その人はどうやった、元気やった。いや、もう全然立たなかったですね、うん、あ、そう。え、最後行っちゃうの、それと。行くんですけど出ないんですよ。え、でも、ああいいよって。そう、そんな感じなんですよ、うん、ああそう、うん、攻めたりしてくんの。うん。なんかちょっと痛いんですよね。痛いんだ。え、噛まれたりするのとかも激しく。激しくなる。激しく。これでもかというぐらい。へえ、あ、そうなんや、やっぱ、うん、平均的に多いのって何歳ぐらいの人。30歳ぐらい。そうですね、やっぱ30前半が多いのかな。うん、じゃあ20代後半から30前半。そうですね。私40代とかとか多い。本当、うん、あ、そう、うん、なんだろうね、40代がこう好きそうな顔なのかな。まあでも可愛いけどね、なんか2人とも、うん、ギャルって感じ。え、みやびちゃんギャルって感じ。マジですか。あ、でも大人かな、うん、多分。でも銀座とかで働いてもえらいナンバーワンとかになるんだ。いや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 、とんでもない。怒られちゃう。相当可愛いよね。もったいないよ。俺がもしね、すっげえ金持ちのどっかの旦那さんやったらさ、呉服屋の若旦那やったら、絶対絶対これあれやりますよね。なんて、土産でしたっけ、なんで、に、な、なんでしたっけ、あるじゃないですか。昔、吉原のね、なんかほら、遊郭の人をさ、遊郭の女の人をさ、お金で、なんつうんだったあれ。水揚げか。水揚げか。そういうのとか、あんの今、ないの。昔よくあるじゃん、なんかあるの。時代劇を見てた。ないんじゃないかな、もう。じゃあこうちょっと恋愛感情みたいになって、じゃあやめろよみたいでやめる人はいると。でもお金あげるから、お金で囲ってあげるからやめて。あー、まあ、いるね。そう、囲ってくれるといくらぐらいで囲ってくれるの。いや、もうびっきりだけど。あ、そうか、お店とかでそういうのダメなのか。そうか、お店と契約してるタレントみたいなもんだもんね、だって。そうですね。そうかそうか、そういう話はあるけど、うん、もちろん断るしね。バカじゃないし。加工っていくらで加工機なんやな。俺やったらいくらで加工かな。10万とかダメ。
100万は100万月100万あげるから俺の彼女になれと。どうする月100万よだれが一緒に住まなくていいから月100万一緒に住まなくていいんだったらね。あ、じゃあ一緒に住んで月100万あそれまあ変な話かこれ月だったらなそうかそんなやばい話してもしょうがない、はい、じゃあメールこれいきましょう。これラジオネームジョニー。竹山さんこんばんは。ゲストのお二人こんばんは。ゲストのお二人に質問ですが、もしお客さんに自分のお父さんとか身内が来たらどうしますか。どうする。え、知り合いとかさ来たことあんの。私はない。私もないけど、でも友達でいる、あのお店に貼ってある写真でお父さんにバレちゃって、だからお父さんが多分遊びに行って店内写真を見てあーってなってバレちゃったっていう。あ、そう。ある。そんなことってあるんやね。やっぱりそのドラマとかだけの世界かと思ったらあるんやね。え、2人ともさ親とか知ってんの。あんまこんなこと聞いちゃいけないの。いや、知らないですね。知らない。みやびちゃん知らない。私みんな知ってます。あ、みんな知ってんだ、はい、友達とかもじゃあみんな知ってんだ。友達は知ってますね。あ、そう。あの男のさ友達とかでさやましい気持ちで電話してか来たりする人いるでしょ。いる。ちょっともうやらせるよ的な電話とか、そういうのはもう断る。断るとかもうふざけんなみたいな、ああそう、そうだよね。絶対そうなるもんね、でも知り合い来たらびっくりするやろな。もしどうする。もしあのじゃあ例えばお父さん来ちゃったら、すっごいめちゃくちゃ二人とも暗い顔ね。気をつけてね。まあちょっとあのまだまだねいろいろ聞きたいこともあったりもしたんですが、はい、まあねもうしょうがないですよね。これはもうメール全部読んだら多分2日ぐらいかかるな。一個一個質問答えてったら、とりあえずね言ってくださいよ皆さん。もしよければ多分2人とも人気のね女の子なんでなかなか、2人に会えるかどうかは難しいですけども、池袋のホテルヘルスデラ別品にみやびちゃんがいます。で高田のババイメージヘルスキスだけじゃ嫌にレミちゃんがいるということです。この週末も一生懸命働くんだよね。はい。はい。では二人とも行ってみてください。詳しいことはこれホームページ今パンクしてる、あ今っていうかこれポッドキャスティングだから今大丈夫か。これ開いたら二人とも詳しい情報が載ってるみたいなんで、見て行ってください。はい、さあということで。またなんか機会あったら来てください、はい、でまかり間違った僕が部屋のドアをお店で部屋のドアを開けたとした時は優しく優しく迎えてください。お願いします。さあということで、来週はですね前田健が、スタジオに来てくれます。前田とちょっとじっくり喋ろうかなと思ってるんで、ちょっと2週続けてゲストを呼んでやるというね、ちょっとそれやってみます。また次ぐらいから戻りますけども、とりあえずマイケンを一回呼ぼうということだったのでマイケンが来ます。マイケンにいろいろ聞きたいこととかあったら、どんどんメールを送ってください。すべての宛先は全部小文字でダメ@tbs.co.jp ダメ@tbs.co.jp です。ダメの綴りは DAME です。ということで、みやびちゃん、レミちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、毎週木曜日深夜3時から放送中、木曜ジャンク2、カンニング竹山、生はダメラジオを聞いてください。